皆さんこんにちは。今回はですね、映っております向かって左側スーパーバンテ TD4 とね、向かって右側 DB01 トリプル R ドゥルガをね、比較していきたいと思います。はい、比べてみましたということでね、どちらの方が速いのかっていうのをね、同じモーター、同じようなねパワーのモーター、バッテリーもね同一のバッテリー、そしてタイヤもね、TD4 スーパーバンテの方がタミヤのデュアルボックスタイヤというね、DB01 につけてるタイヤと同じタイヤをねまた新しくつけてね、比較していこうかなという感じです。はい、これね、まあおいおいね、多分走ってる後半の方で、ね、走ってる時に喋ると思うんですよね。そこでね、インプレーというかね、どちらの方がどうでしたよっていうのを言うと思いますので、ぜひ動画後半までゆっくりご覧ください。それではまずね、DB01、こちらの車ですね、ドゥルガの方から走っていきたいと思います。はい、またね走りながら喋りたいと思います。見ていただいて、いかが、感じられたでしょうかということでね、走ってる本人としましては、DB01 ね、ドゥルガ、しましたドゥルガからドゥルガで走りましたけどね、まあ DB01 の方がコントロールしやすい、コントローラブルっていう感じですかね。そしてこのスーパーバンテ、はそうですね、なんかよくね前に出るっていうね表現するんですけど、そんな感じですかね。この目的にはははっきり言いましょうか、 DB01 ですね。私のやつ作業マシンとかね、全日本用に使ってるマシンじゃなくて、九州大会とかね、練習用とかでね日頃使ってるマシンで、ちょっと傷んでるのもあってね、DB01 が新車だった頃のことを思い出すと、 DB01 の方がね、走りやすくて、トータルタイムね、レース、まあ、4分とか5分のレースがあったとしたら、結果が出やすいのかなという感じがいたしましたね。ちょっとね、今同じタイヤでね走ってみたんですけども、もちろんタイヤもね、これまあスーパーバンテの方はね組んだばっかり新品のタイヤ、そして DB01 の方はね少し減ったタイヤなんでね、完全な比較とまではいかないんですけども、ちょっと暴れ馬感が出てるのかなと、このタミヤのデュアルブロック C タイヤに変えた時にですね、ノーマルタイヤのね、ピンスパイクタイヤだったら、それほどね、前に出るっていうのは、ここまで前に出なかった感じがしますのでね、すごく前に、いい意味で出すぎるというかね、まあ、そこら辺は慣れてね、調整とかすれば、ドライビングの方でね、アジャストすればいいのかなと思うんですけどもね、そしてもう一つね、このスーパーバンテが、まあ、結構な回数を走らせてて、最初から多分言ってると思うんですけどね、リアのオーバーハング、フロントのオーバーハングといってね、ちょっと持ってきましょうか、タイヤ
こっからね、こう出てる部分がちょっと長すぎて、うちのコースみたいにギャップが多いコースだとね、突っかかってる感じがします。なのでね、これからこうバンパーを短くしたのとかね、このリアのね、ここら辺を短くしたパーツとか出していただけるとね、解消されるのかなと思いますね。はい、マフラー、そう、マフラーレースされる方はね、マフラーとか外してるんであれば外した方がいいかもしれないですけど、タミヤグランプリだと多分外しちゃダメみたいなね感じになると思いますんでね。今みたいにガスってここら辺でね、ガスって落としたと思うんですけど、こんな感じで引っかかります。なのでね、ちょっと走る場所を選んでしまうのかなっていう感じがしましたね。もちろんね、回答性もいいし、ね、前にも出るんで、オンロードの、ね、こういうオンロードオフロードというかね、スタミヤグランプリの大会って大体オンロードでね、こういうバギーも走ります。そういう大会だといいのかもしれないですね。はい、ただガチめのオフロードになるとちょっと走破性の面で難があるのかなという感じがしますね。なのでトータルでいうと DB01 の方が好みかなという感じでございます。そしてね、DB01 のね、フロントバンパー、これ全日本私が出るときにね、いつも弟子とかにね注意してたのが、フロントバンパー、こうオフロードで走ってて、やはり傷つきます。縦に筋が入ります。それもね、滑らかに走るためにその筋ね、ない方がいいので、フロントバンパーをね毎回新品に変えたりとかね、しております。そのぐらいね、ギャップをね、ジャンプの入り口とかでね、やはりこのロックは当たりますのでね、気をつけないといけないパーツ一つだと思いますけども、タイナモクさんね、これから、オプトンポット開発とかね、バージョン変わったものとかね、いろいろ開発されると思うんですけど、そこら辺もね、期待して、ね、待っとこうかなという感じですね。そしてちょっとね、カントリーボーイホビーチャンネルの方にね、うちからマシンをね、買っていただいたものが多くなんですけど、滑走歩道が取れませんでしたというね話で、なんかジャンプ失敗したらしいですね。こう、まあもうね、空中制御、ここら辺での空中制御しなかったら前にこうつのめてますけども、空中制御しないで飛ぶと多分ひっくり返ると思うんです。前転してしまう。カントリーボーイも一発目のジャンプで前転してしまって裏返って落ちて、そしてカントリーボーイのそのサーキットですね、白木オフロードサーキットっていうところで広島県のやつね、走ってるんですよね。そこはすごくね、グリップが高いところで、やはりグリップ高いところでひっくり返って落ちると、ダンパーステイもグリップしてね衝撃が逃げないで、リアのダンパーステイが折れてしまいましたということで、写真もね送っていただいたんですけどもね、まあそんな感じでね、やはりその前のめりなども、先ほど言ったね、ここがね、ジャンプ台の最後のところに引っかかってね、前のめりにこうね、トンってお尻ついてしまって前に飛んでしまうのかなという感じがします。スーパーマンって乗れて走られてて、ジャンプするときね、ジャンプのあるようなところに行くときはお気をつけくださいと。方がっていうのは、これからね、タミヤ無形さんのドライバーもね、数名ね、おられると思うんでね、そこだと開発どんどん進んでいくと思いますのでね、ポテンシャルはすごく高い車だと思います。前にすごく出るマシンだと思いますのでね、これも強化に入れてね、マイナスのところだけではなくね、プラスのところも入れて、ご購入検討いただければいいんじゃないですかね。
今あまあ同じようなパワーソースね、同じようなタイヤで走ってみた結果、まあ好みはディリゼル、ポテンシャルはスーパーバンテという感じですかね。そして次世代のね、DB01 の後継機、ベルトマシンのオフロードもねちょっと期待しておきたいなという部分はありますね。タミヤモケさん一言言いたいであれば言わせてもらえるであれば、オフロードマシンがジャンプも考慮に入れて開発していただきたいなという感じでございます。ちょっと厳しめにね今回言ってみましたけど、そしてね、チャンネルメンバーシップ限定で、当店ブランドシルバー製のね、マンタレイ、TA01 とかね、設計でいうと30年ぐらい前かな、の、マシンと、まあ、シルバークスのパーツはつけてますけど、基本設計は30年前のシャフト、タミヤのシャフトマシン、オフロードマシンとこのスーパーバンテの比較などもね、出していく予定ですので、一般のこの動画ではねちょっと言えないこととかも、多分チャンネルメンバーシップを言っていると思いますのでね、ぜひチャンネルメンバーシップ登録してね、食べたいのは骨を切りたいからねどちらの動画見ていただけたらなという感じでございますね。今どんぐらい走ってるのかな結構走ってる、どんぐらいしとこうかな。それではこの動画面白いと思いましたら高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローして、サブチャンネルもやっておりますのでね、そちらも